特に何も出ませんね。なんだ、怖いのか、さよたん。怖くなんかありません。なんだよ、怒ることないだろ。子供扱いするから悪いんでしょう。そんなつもりはねえんだけどな。別に、もういいです。ならいいや。お、分かれ道だぜ。どっちに行きますか？私のはえらく凝ってるな。千代、よこせ。出なさい、やった。あった、落ち着け、さよたん。落ち着いてなどいられません。だからあれは偽物なんだって。あれのどこが面白いんでしょうか？そう言われてもな。向き不向きはあるよな。うん、そういったものなんですか？おお、今年もゲーム券が出店出してるぜ。ゲームというと、光太郎さんが時々やっているものですか？そうそう、あれならさよたんも楽しめるぜ、きっと。やったことがないので、よくわからないのですが。どうする？やっていくか？ゲームを始める前に、何か知りたいことはあるか？戦闘を始める前にもう一つ、戦闘前にこういった駆け引きを行うことがある。いわゆる心理戦ってやつだな。こういった時の選択には注意が必要だ。じゃ、早速実践してみるか。シューティングゲームは得意か？よしよし、強気だね。まあ、こんな風に戦闘次第で状況が変化する。有利に働く場合と不利に働く場合があるから慎重に選ぶんだな。それじゃあ、ゲームスタートだ。なんで俺がこんなことを。あら、尾行は探偵の基本でしょ？そうじゃなくてだな、俺にはあんたみたいな下世話な趣味はないんだ。
何でも言うことを聞くって言ったのはあなたでしょ。私を差し置いて使えないメイド巫女とデートだなんて、さぞかし楽しい見せ物になるはずよ。じっくりと見学させてもらおうじゃないの。怒ってんのか。黙ってなさい。で、探偵さん、二人はどこかしら。あっちだよ。なんでおっさんとフミコタンがこんなところにいるんだよ。もちろん光太郎に会いにに決まってるじゃない。そういうことではないでしょう。チケットはどうしたんだよ。ねえ、入場料払ったら入れたぞ。だったら悩む必要なかったな。どうかしましたか。いや、なんでもねえよ。あらあら、手なんて繋いじゃって。これはそのじゃあ私はこうしようかしら。やめろよ。ハレンチです。逆らえなかったんだよ。ところでどこかに行くんじゃないのか。まあそうだ、いっけね。さあ行くぞ。フミコだ、おっさん、またな。はい。何よあの態度は。後でお仕置きが必要みたいね。やれやれ。で、どうするんだ。目的を果たしたんだ。引き上げるか。まさか。今日が何日か覚えてるでしょ。七夕、キムさんが警告した日だな。そういうことよ。そして何かが起こるならその中心は必ず光太郎。ならそれまではこのお祭りを楽しみましょう。やれやれ、そうするしかなさそうだな。行くのか。はい、もう十分日も暮れてますよ。いっけねえ、俺まだ短冊に願い事書いてねえぞ。屋上に持って行って書いたらどうですか。その方が彼女さんと一緒に星を見ながら書けますし。あの私は彼女さんって参ったな。プチ太郎くんがそう言ってましたよ。じゃあ上でお待ちしてます。どうしました。いや、まあなんでもね。まあいいか、お祭りなんだから楽しまないとな。なぜ彼女は笹を屋上に持っていくんです。何かいろいろな紙が吊るしてありましたが、
うん、今日七夕だろ、だからだよ。七夕？七夕の節句ですか？でも、なぜ今頃？文月七日はまだ先でしょうに。文月って、今日は七月七日だろ、七夕じゃん。だからさ、もともとは旧暦だけれど、今は新暦にやんのが普通なんだよ。そうなのですか。でも、どうして七夕の節句に笹に髪を吊るすのです？厄除けですか？あれは厄除けじゃなくて、願い事を書いた短冊さ。笹に吊るして織姫と彦星に備えるんだよ。確かに七夕の節句では星見の宴の際に七夕爪にあやかって手芸や詩歌の上達を願うものですが、それは紙ではなく火事の木の葉に書いて添えるものなのでは？こっちじゃ七夕はずっとこうだぞ。そうなのですか。場所によっていろいろと違うものなのですね。んじゃあ、さよたんはこういう七夕は初めてなのか？はい、この形式の節句は参加したことがありません。ふーん、じゃあ余計参加して楽しまないとな。屋上、行こうぜ。ええ。これに書くのですか？うん、この短冊に何でも自分の好きな願い事を書くんだ。好きな願い事？どういうのが一般的なのでしょうか？そんなこと言われると俺も困るな。そうだ、他のやつの参考にしようぜ。そしたら分かりやすい。そうですね。そうですね。他のはどうなんでしょうか？あんまり参考になんねえな。そうですね。とりあえず思いついたことうまいこと書いちまおうぜ。思ったことうまく。そうですね。やはり祈願である以上ちゃんとしたものでなくては。そうそう。じゃあ俺は、これでよし。そっちは？はい、書けました。さよたんは何て書いたんだ？それは秘密です。秘密？何書いたんだよ。秘密といえば秘密なのです。あなたこそ何を書いたのですか？さよたんがそんな意地悪するなら俺も秘密かな。案外同じようなことかもしれないぜ。同じようなこと？あなたは一体何を書いてるんですか？おい待て、さよたん、一体何勘違いしてんだ？ただいまより校庭にてキャンプファイヤーを開始します。参加の方は校庭にお集まりください。やべ、もう始まんのか。先ほどからおっしゃってるキャンプファイヤーとは何ですか？
行ってから説明してやるよ。行こうぜ。はい。あのかがり火は？あれがキャンプファイヤー。あの火を囲んでみんなで踊るのさ。行こうぜ。形式的には収穫祭や冬至の祭りと同じ。でも誰も祭主がいないところを見ると、古い自然発生型のそれがそのまま残って。おい、何してんだ。行くぞ。はい。そういえばこの踊りはどのような形式のものでしょう。大丈夫、教えてやるから。ほら、手貸しな。手をどうするんですか。つなぐの。周り見てみな。んじゃねえよ。俺まで恥ずかしくなるだろう。はい。でも改まりますと、そのまったく。おーって、本格的に始まったぞ。ほれ、手貸せ。はい。どうした、さよたん。あ、いえ、何でもありません。んじゃあ教えるからその通りにな。まず右足出して。右足ですね、はい。そうそう、それで次は左足をこうこう。それから半歩ずつ少し歩いて、ここで右回りに回転。右回りに回転。そうそう、うまいうまい。で、いって、さよた、足、俺足踏んでる。抱けるかと思った。ごめんなさい、まだ間合いを十分把握できていないのです。思わず。いや、いいよ、わざとじゃないのは分かってるし。それより続けようぜ。ミンヒハウゼンの特訓様様だな。コウタロウさん、あれ。お、なんだ。おお、綺麗に天の川見えてるじゃねえか。綺麗ですね。